今更ですが、私たち桜ファイブは、BB が不要なものとして切り捨てた感情から生まれたものです。失礼しちゃいますよね。だから私たちの誰からも嫌われているんです。あの女。ああ。私は慈愛のアルターエゴです。どんな人間も、わけ隔てなく慈しむ特性を持っています。そう。 平等に。相手がどんな人間でも態度は変えないのです。BB。お母様は怖いですが、嫌いではありません。あの人が一番恐れていたエゴが、私なんだと思います。お母様、BB もいるんですね。あの人、いつも怒ってばかりで苦手です。 BB もいるの私、あいつ嫌いなのよ。いい同じパーティーになんかしたら、後で思いっきりお腹に膝だからね。あれが BB の夏の霊気、うん、?BB らしい、美意識のかけらもない水着だこと。シアガールとかパンクファッションとか、楽に人気を取ることしか考えてないのかしら。<laughs> この気配は、BB ちゃんの黒歴史。恥ずかしい性癖を切り離して葬ったはずの、サクラファイブ。あれでも、改心してませんかあれうわぁ。アルターエゴでも精神的に成長できるのに、私は最高に可愛いグレートデビルのままなんて。私の元になったオリジナルって、よっぽどめんどくさいんですね。